いだよ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画に行こうです。ヤラファンタジア、まあ聞いてってよ。ヤラファンタジア始めていきましょう。メロディーがまとまらなくて寝られない。お、水着だ。エトワリア夏の一幕、なんだ俺。水着イベントの前日と。試合クエストは29日まで。刺繍クエストもあるってことですね。この試合クエストをやったことで収集クエストは解放されるわけか。でもこれ29日までなんだよな、結局は。ピックアップ召喚28日までってことで。中野あずさです。親がジャズバンドをや、こんばんは。そろそろ今度の来るの問題。もう安永がアップした。ではまずですね、召喚やってみますか。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。なんかいろいろありますね。これが29日、1日だけ。じゃあ29日までやってくれる。これ今日まで。明日までですね、キラーファンタジア期間限定ピックアップガチャは、ステラの魔法も明日までってことで、まあ、気になりますね。エトワリア夏の一幕2020、日替わりピックアップ召喚、1日目。これやってみますか。行かない。星音すら出てこない。お、これ星音来た。何？ユノッチか。もう持ってるんですよね。残念。次回も頑張ります。残念。またいつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗ですね。ということで、わ、こっちも5日なのか。同時に生息まで考えた。夏といえば、コミマ。この後日談も、イベント多すぎますよ。まあ、収集クエストやりましょう。土属性ですね。これだ。のみ
レースね。だったんですね。どうしよう。いいですね。これはかけておきたい。アフターヌーンティー。了解した。まずは在庫を取り、必要なものは内緒とリーセット、茶葉とケーキ、スタンプーキー、お菓子と刺激、準備、あとは提供するだけ。おお、素晴らしい。どうしたものか。次も勝つ。中級。行きましょう。大丈夫だよね、きっと。お願い、間に合って。アシスタントの経験を生かします。攻撃は最大の防御。倒しちゃった。守りもしっかりしなきゃ。どうぞ皆さん、私を盾に。どうだ。いいですね。だんだん力つけてきている。うまくいくといいんだけど。今は我慢の時だね。どうぞ皆さん、私を盾に。それ倒した。これは回復。みんなしっかりやろうね。無理しないでよ。どうしよう。なんてこになった。一泡吹かせてやるんだから。
あ、状態回復しないと。終わったね。分かった。くさったお話しませんか。はい、中局まで終了です。はい、続いて上級です。いつかこういうね。準備できました。行きましょう。いけですか。守りもしっかりしなきゃ。応援の力はすごいんです。どうだ。お、いいですね。みんなと一緒ならできるよ。今は我慢の時だね。知り、己を知れば百戦危うからず。アフターヌーン、了解した。おー、強い。私の全力を絞り出します。行きます。かなりの使い。私がやらなきゃ。ハッピーディフェンダーショーアップです。最大の落ちちゃいますか。みんなのおかげ。イラストの参考に一緒に薄く上級行きましょう。本田玉木100。私もついてっていいですか。緊張してきちゃった。守りもしっかりしなきゃ。応援の力はすごいんです。どうだ。倒しますね、これ。みんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って。ここだ。必殺の一撃。すごい。
これ一体で。こんなことでよければ。お願い、間に合って。これは、これで決める。アフターヌーン、了解した。ノーバンブルアイ。OK。みんなのおかげ。こういう風にしてなるべくスキルを使った状態で戦います。よし、ちょっと島替えしてくるね。島替えすごいな。あ、もう一回、今度は早く決着した場合どうなるんだろう。アリス行きましょう。うまくできるかな。お願い、間に合って。応援の力はすごいんです。必殺の一撃。おー、死なない。初めてですね。私の全力を絞り出します。行きます。倒す倒す。前を掴む7位になった。一発で倒しましたね。当然の結果。くしゃっとお話ししませんか。すごい、いろいろミッション達成です。少し頼み事をしたい。ありがとう。スキブが提供されます。これ10分前かトレード行くとどうなんでしょうね。夜こそ取引の時間で、コルクがまた待ってます。今のおすすめ封印の書っていうのに交換してもらえるのか。交渉成立で限界突破。さあ今持っ
ってる数がポイントですが、ゼロはないな。難しいな。はるかレシーブ交渉成立。もう一個もらえ、もう一個できるみたいです。スロースタートかな。交渉成立。今667ありますね。交渉成立。武器もあります。まずこれ全部魔法使いのクエストに交換。交渉成立ということで、ひとまずこの収集クエスト、リトアイア同時演会ス特番会、とはいや同人誌即売会の収集クエストは以上ですね。結構深は弓やばいですが、まあ、それは置いといて、もう一つのこの伊藤里が夏を一幕もやるのをまた順次やってみたいと思いますので、ぜひ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。